こんにちは、ジェフです。今日は、埼玉の、金達人のコウキ君にシングルの解説動画を撮ってもらいます。お願いします。お願いします。じゃあまず持ち方を見せてください。はい、持ち方はそうですね、親指と人差し指でなんか挟む感じに持って、で、これで、中指から小指にかけて こちらで小指を使ってるタイプですね。そうですね。ちなみに親指はお腹のところとか、横とかどの辺で持ってますか？そうですね、なんか、俺ここで持たなくて、側面で持ってるんですよ。側面で持って、で、これでなんかあのシーソーみたいにあのバチを刺して。で、ちなみに、人差し指と親指で握るときは力はどのぐらい入れてますか？そうですね、まあ5、6割ぐらい結構入れてて。あ、じゃあちょっと強めに握るぐらいですね。そうですね、若干強めに握ってる感じでいつも叩いてます。シングルが、全くできない人たちもいると思うんですけど、はい、例えば指シングルの練習してて最初の何だかはできるけど途中で詰まって同調子になっちゃうとかいると思うんですけど、そういう人はまずどうしたらいいですか？そうですね、結構ツイッターでもなんか言われてて、そういう人たちはまずは、腕立てを そうなんですよ。なんかまずはなんかもう根本的な原因は多分筋力不足なんですよ。だから腕立てを毎日寝る前に、まあ、僕は30回かける、まあ、5ぐらいでやってるんですよ。やばで、なんか慣れたらなんか布団の上とかになんか拳の形にして、ね、これでやってるんですよ。ガチでいいですよ。まあぶっちゃけ、まあ、ぶっちゃけシングル剣なんか筋力アップみたいな感じなんですけど、最初はできるけど同時押しになっちゃうっていう人は最初は腕立てを、はい、30回かける3で、慣れ始めてそれやった次の日、太鼓できなくなるかもしれないですまあそうですね、結構なんか休憩挟んでみたいな感じで全然大丈夫。まあ最初は少しずつからでも。そうですね、結構腕立てで慣れてからシングルやったら結構速くなります。最後にシングルちょっとガーってずっとやってもらおうかな。いろんなアングルからちょっと映したいと思います。はい、お願いします。いきます。じゃあ、これで動画終わります。動画リクエスト、コメント等よろしくお願いします。